ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にもわからへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ、帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うことを聞け。そう、わかった、わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ、ありがとう。何やお前は、何すんねん。あんたそれを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと。それ入れ墨の死体だろ。しかも普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれを。ひょっとして筋もんか。ま、近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。これあいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。
これはうちの一家に伝わる竜の下絵でな、代々風振りを継承したもんにしか掘れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、死神の蝶と呼ばれる伝説の竜、交流や。10年前、郷田隆二を初めて見た時、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。そやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これはあのおたぶりさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は、竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て、運命だったと思ってる。あんたたちが郷田隆二に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん。力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたちを掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。明菜さん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風彫りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん。それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。五代目風彫りを継ぎます。ありがとうございました。さあ行くか。どうした。昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ、私が神言派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ。ママの言っていたことから推測して、私の両親が20数年前東城会に殺されたとするなら、両親は東城会に敵対していた神言派の人間って考えるのが自然じゃない。お前も神言派の生き残り。そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。ここはアベックが来るとこやないわ。
杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は5八馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、薮田はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください、私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。薮田は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします、教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジドにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ。あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして。仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの。ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあなたが撃った仲間っていうのは誰なの。
実はあと二人おったんや、生き残りが。